で、今からね、これ、今回はアジなんやけど、はい、これも見てもスーパーで買ってきたような、これなんていうの、取れるやん、はい、取れて、トロ箱に詰められて、もうそこ、うん、言うたら長崎からとかやってくるやつなんだけど、うんうん、そこまで冷やし込んでないから、こんな感じなんだ、がっつり閉まれへん、はい、まあ、だからこういうのが量販で出てくるんだけど、うん、これ仕方がないだからもう大きい巻き網洗濯だったらもうこういう感じでトロ箱に入ってやってきてこんな感じになってしまうんだよね。はい、でこれはまあ、今水がついてて氷が直接氷が当たってたりするからこうやって白色が白くなってるのは何の問題ないと思うんだけど、でこれを今からサンマおろしなんだけど、サンマおろしの練習、はい、うん、まあ、今回だから一応もう血抜きなしで、はい、この家庭でできる、尻尾切ってしまったりしたらできへん人だから、まあ、はいはい、家庭でできるその味のサンマおろし、うん、簡単なをちょっと伝授しようかなと、はい、まずね、頭取り、これで1個だけ、わかる、うんうんうん、もう一回いくよ、はい、ここのひげあるやん、ここのひげあるやん、はいはい、あんま近づけんでいいからこの辺で包丁ちょっとこっち側、こっち側に向ける感じ、こうじゃなくてズドーンじゃなくて、ズドーンじゃなくてちょっとこっち側に向ける感じ、包丁、はいはいはい、ちょっとひねる、うん、まあ、極端に言うとこうね、包丁、はい、はい、こうじゃなくて、こうまっすぐじゃなくて、まっすぐじゃなくてこのぐらい、こう取ってた、これまっすぐやったらどうなるかって言ったら、まっすぐやったら残ったりするのよ、こうやってここが、だからちょっと横に入れる、横に入れたり、だからもうピピちゃんまっすぐになってるから、はい、はい、今度は腹を出すな、アジでこの辺まであるから、はい、中に、でここがね、気ぃつけないかんのが、ここ、これ、これ、これよくやられるのよ、これ、うんうん、これ気ぃつけないかん。で、俺が推奨するのは、出刃包丁とかやって、こういう線の包丁ね、を推奨する。ほら、卵がここまで入ってるやん。よく混ぜありますね。やろ、これを結構きれいに取り除かないといけない。まあ、今日はもう道具は使わへんのかな、専門でな。専門の道具使ったらできへんかったらあかんよ。水を流し持ってやった方がいいよ。はい。あと機械ね。これ。あんたらね、こういう風なやつ。で、音が一番いいんだけど、なかったらもうスプーンでもいいから、こうやって取ったりして。こういう感じ。これはね、多分ね、あるところはあると思うんだけどね。骨に。まあ、ざっとしたいのか。ね。はい。ざっとしたやろ。うん。うん。こんな感じでね。さあ、今度は、これを、おろしていきます。この時に初めて綺麗に拭き拭きしたい。噛まないとなんか、あらかじめ、アンタッチとか出るかもわからんから、一応も水で結構綺麗に洗った方がいいです。なるほど、折ってる可能性あるから、ね、はいはい、一番いいのは黒いまな板、この黒いまな板は何がいいかって言うたら、アニサキスとか落ちた時に見やすいですね、あと鱗ついてるのもめっちゃ見やすいんです、うん、これ俺今俺と鱗取ってなかったんだけど、これを開けた時はシンプルなやつ、
タオルは必ず横に置いておいて下ろしていくよ。でこの時汗を拭いてあげるんだね。はい、下ろしていくよ。まず普通に下ろしたらここからここだけ使うのよ、包丁ここね、当てるのこうやってギリギリのところに、うん、まずわずかないしか、まずね、まず線引いてほしい。これね、わざと切れへん包丁今日研いでない。はいはいはい、家庭用にしてんね。うん、で、線入れるやんか。線入れたら今度ここに押し込むの、今度こっち側に。ほんならもう全部入ってるから、ほら、はいはいはい、はい、そのまま引いてくる、うん、で終わる。で2回目ここね、線入れるだけで、ここで線入れんねんね。ここで線だけで、ほんと切れへんわこれ。線だけで、はい、ね、今度押し込む。押し込んだら先っちょ入んねん、先っちょまで。ここ入ってますよ、入ってるやろ、うん、そのまま先っちょ引いてくるだけでいい。ならもう、はいはいはい、で最後は、うん、こっち側に入れて引いてくるだけで、片面下ろせるやんか、こういう感じで。はい、見てこうやって白いのつくやん。この時アニサキスがやったらアニサキス発見しやすいね。ああ、なるほど。そう、アニサキじゃないけどね。そっか、白まな板やと思う。分かれへん、透明ですね。そうで、今度こっちからすんねんな。ふわふわよ、はい、まあ線入れてから押し込む、んだら終わり、開いてるやんか、うんうん、でこっちもそうやねんけど、こっちの場合はここ折れてんの分かる？ここが2つに分かれてんの、ここ。あ、ほんとですね。うん、肉とちょっと離れてるというか、そうそうそう、ここがね、ここ離れるのよ。だから、はいはいはい、例えばここに入れた時に入ってるつもりでも、実はほら、ここまでしか入ってない。あ、ほんとよ、この奥まで入ってないやろ。ほんでこれで下ろそうとするから身がつくね。はい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 、だからこの時は一回上げて上げて、もう一回包丁を入れて先で、わかる、先で調べてあげる、うん、で、じゃないかんねんけど、こうやってな、ならここまで綺麗に取れるんよ。はいはいはい、やけどやで、これ結構ね、実はね、これさっき言った A 面と B 面とか言うてるけど、 A 面は簡単にいけんのよ、うんうんうん、一番最初に、うん、だから最初は線入れるやん、はい、線入れるやん、でその後押し込んでここまで入ったら引いてきてんのよ、はいはいはい、ね、2回目 A 面ね、ここに線入れて、ほら見て、ここから線入れるやん、線入れたら当たるやろ、ここは当たったらもうこのまま引いてくるだけ、うん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 、A 面は終わり、うん、はい、ね、あとは入れるやん、ね、線引くやろ、線引くやん、はい、入れるやん、まず先当たるやん、引いてくる、終わる。でここ問題、線引く、入れたらここに来るの、まずここに当たるの、下に当たるの、ここに、骨の下になる、そう、で当たってくるからこういう風な下ろし方しかできない、だからここからここつくやん、はいはい、だからもう一回せないかんって言ってるの、はいはい、これを解消する方法を俺は、この間奥様方とそのちょっと講演があったから、講演講習会があったから、はいはい、味のさばき方とかね、血の抜き方の高校でね、海洋高校だったから、その時にふと気づいて教え方があってね、はい、ここから下ろしていくよ、はいね、ここから下ろしたよ、はい、ここから下ろします、先にここから下ろす、あ、難しい方から、そう、こっから私だけ先に線を抜ける、ほら、もう先入ってるやん、おうおうおう、全部入れるの、ここまで入れる、ここまで、ここだけでいい、そこまででいいんです、そう、ここだけ先に終わらせておくの、この問題のところだけ、ああ、はいはい、でから、最初から、そこから先にスタート、はい、線入れます、線入れます、押し込みます、終わりですね、入りました、はい、線入れます、で、このまま行きます、下ろします、ね、下ろします、はい、で、今度一緒、
線入れます。うろこ、うろこ分かるやん、めっちゃ分かりやすいやろ、うろこ。ほんとですね、目に見えますか。線入れます。そのまま突き刺し入れます。でもうこれが開いてるかな、ここ。これもあんま開いてるから下げます。で終わり。あ、なるほど。ならあっこの苦手なところが広告できる、うんうん、でもね、ここの位置をね、あんま分かってない人が多いのよ。はい、はい、骨の位置を、うん、こんなやり方でやったらめっちゃ簡単です。難関を突破できる。そうそうそう、だから最初に、まあ、もうちょっと時間がないからだとするけど、最初にこっちから下ろすんじゃなくて、こっからスタート。こっから、うん、そこにも入れる。だから最初にここだけ、半分ぐらいだけ。はいはい、うん、これなんか全部せえへんのはある程度つけた方がやりやすいのよ、あとあと、うんうんうん、だからこの半分ぐらいだけを先に終わらせておけば、あとはもう楽に、まあ普通に下ろすよ。包丁切れへん。あとこれね、だからもう、まあ、さっきのあの心配するところがなくなる、はいはいはい、白いところも分かる、鱗も分かるっていうこと。味の落ち方、はい、はい。